はい、おはようございます。ラスカラでございます。先日コミュニティ欄で質問コーナーの質問内容を募集させていただきまして、そちらの方集計して質問コーナーを撮影しております。前回いただいたコメントの方からはね、全て拾えないんですけれども、多かったものや気になったものを抜粋してね、回答していければと思っておりますので、よろしくお願いします。今回の質問コーナーについては、一問一答みたいにトントントンって返すわけではなくて、できればね、詳しく話していきたいので、動画の方長くなったらすみません。ということで本編の方へどうぞ。普段僕がつけている腕時計はディーゼルのみですね。多分、ディーゼルばっかり。嫌いな食べ物はね、生放送でも何度かお話はしているんですけれども、生パセリ、あとエゴマの葉ね、これがね、苦手、もうものすごく苦手でございます。これについてはね、まあジム通ったり運動したりはしてるんですけど、その他は特に何もしてないですね。胃がもたれた時とかどうしますかっていうのも結構いただいてたんですけれども、あんまりね、胃がもたれることがないでございます。ただ最近はね、重いものについてはね、あんまり食べられなくなってるかもしれない。最近はね、ラーメンとか作るのが趣味になってきていて、Twitter とかね、まあ YouTube の動画の方にもちょこちょことは出させてもらっていて、そのコメント等に、やっぱりラーメン屋さんやらないのとか言われることがよくあるんですけれども、あくまで趣味だからやってるって感じですね。仕事になってしまうと、この原価の計算とか、まあいろいろね、いろいろ難しいことを考え出すと、作りたくなくなっちゃう性格なので、おそらく今の段階ではね、全くそういうことを考えておりません。基本的に撮影後に関しては、夜にね、時間があれば嫁さんと枝豆とか冷やしトマトとかね、そういったちょこっとしたものをつまみながらお酒を飲む程度でございます。撮影をしていない日に関しては、もうめっちゃ普通というか、普通よりも食ってない気がする。例えて言うのであれば、まず朝起きるサラダチキンを食べますで、お昼に関しては、まあ、時間があればね、こうラーメンも食べに行ったりはするんですけれども、普段の外食については並盛り一杯だけでございます。それ以上は絶対に食べない。で、また夜にね、嫁さんがこうおかずとかおつまみの方を作ってくれて、一緒にね、夜ご飯を食べながらお酒を飲む、こんな感じでございます。まあね、出る出ないの前に声がかからないかなまあもちろんね、お声掛けをいただければ出たいなとも思いますし、今の動画の趣味思考に合ったものであれば率先してね、出たいなとは思うんですけれども、ただ僕がね、今こうやって動画活動をしている中で、この活動内容にそぐわないとか嫌なイメージがついてしまうような内容なのであれば、それは断る可能性が高いと思います。まあ基本的にね、テレビに関わらずなんですけれども、まあ案件とかコラボとかに関しても全くね、僕の内容に関係ないものとか、ちょっとねイメージが変わってしまう、そういったものは基本的には断るようにしております。まあただ楽しいと思ったらやっちゃうんですけどね。基本的には休みっていう概念の日はないんですよ。やっぱり家にいれば編集とかもできちゃうので、なんだかんだね、休みっていうのはないんですけれども、一日フルで休みっていうことであれば、まあ嫁さんとか子供を連れてホテルにね、泊まっていろんなところを回ったりとか、外出が多いかもしれないですね。ただまあこんな時期なんで、なかなか行けてはいないんですけれども、今後ね、一日の休みができるとしたら、そういった外出をして家族で楽しみたいと思います。こういった内容をね、以前から動画のコメントでもいただくんですけど、そもそも論としてデカ盛りってやっぱり味は落ちてしまいます。というのも、料理ってね、一番出来立てが美味しいと思いますし、冷めたらね、味は落ちるもんですが、デカ盛りの撮影をしてると、一杯食べきるのに何十分とかもかかるので、冷めるし伸びるし固まるし、やっぱりね、基本的には並盛りを食べるよりも絶対に味が落ちるものだと僕は思っております。ただ僕らの活動もしくはわがままとかでお願いをしてね、デカ盛りを撮影させてもらっているので、その時点で美味しくないとかっていう表現をするのは絶対に間違ってると思います。お店のご好意とかがあって、僕らはこういうことができておりますので、もしね、ちょっと美味しくないかもとか趣味が合わないかもと思っても、なので基本的にはそういったことを思ったとしても、まあ僕らのね、わがままではありますんで、それは美味しいものとして捉えて動画の方に移しております。その中でも本当にね、好みに合ったものとか好きなものっていうのはもちろんあるので、美味しいっていう表現の方法の差はあるんですけれども、絶対にね、美味しくないとか好みじゃない、まずいみたいな表現は使わないようにしております。
基本的に家で飲む晩酌は500がね 2,3 本ぐらい毎日飲む感じでございます。表に行ったらね、僕ね喋りが好きなんですよ。外に出て飲みながら人と話しているとなんかね、もう何杯飲んだとかよく分かってなくて、とりあえず気持ちよくなるまで飲みます。これね、よく言われるんですけど、怒ることあります。まあ、怒ることあるっていうか、不機嫌になったりとかね、僕結構我が強いので、こうしたいああしたいと思ったら無理にでもそれを通そうとする傾向があります。ただ僕ってね、言ってしまったらもう過ぎてしまう人なんですよ。全然ね、イライラもすぐ収まっちゃうし、なんで怒ってたんだろうぐらいの人なんで、怒っても大体30分、ご飯食べたり寝たりしたら完全に次のタイミングで忘れております。これはね、質問コーナーにあった質問内容とかではなくて、以前からね、動画のコメント内容の方にいただいていたりとか、僕もね、この動画を通してしっかりとね、どういったことでこの動画活動をやってるのかと皆さんにお伝えしたいと思って、今回最後の質問内容とさせていただいております。ただこの内容結構ね、真面目に長く長く長く話すので、できる限りね、こう巻きで説明をしていきますので、お付き合いいただければと思います。動画活動についてなんですけれども、自分が楽しいと思ってやっていることを楽しくね、編集撮影ができている間は続けようと思っております。逆を言えば、それができなくなったらやめようと考えております。最近コメント欄で、開始当初より量が食べられなくなって大食いに固執して動画活動をするなと言われることがあります。僕が動画活動を始めた際、大食い YouTuber として活動されていた方は木下優香さん、ドラコくんぐらいで、 YouTuber 内のこの大食いジャンルとしても初期の方からね、活動しておりまして、当時は、量を食べないとか食レポをする、デカ盛りじゃない動画を上げると、ぬるいことをやってるんじゃないよって結構叩かれたりしたんですよ。ただ今は大食い YouTuber が増えて、大食いというジャンルの中にも競技的なものだけではなく、店舗紹介と多彩な方向性、こういった細かい飲食の活動内容がだんだんと認められてきているのかなって僕も感じております。ほとんどチャレンジとこういった競技の内容のみの活動をしていた時に、一度自分の動画がすごくつまらないなと思ったタイミングがありまして、改めて自分の動画で何がしたいかって考え直した時期があったんですよ。もちろん僕自身、大食い動画を始めたきっかけは、大食いが好きで大食いを知ってほしいという気持ちもありましたが、そもそもの根本として食が好きで、お店を知ってほしい、行ってほしい、食べてほしい、そういった気持ちから活動しておりました。なのでこういった競技のみではなく、食レポやお店紹介を挟んで、食という大きな枠組みを皆さんに知ってほしいということで、今のような動画内容の形になりました。話は変わりますが、これね、個人的な見解や分析なので間違っていたらすみません。食べるっていうものって三大欲求の一つなので、とても魅力的で、こうハマりやすいね、コンテンツだと思うんですけれども、その反面、人の中でもすごいね、強い欲求なので、一個人のみを見続けるっていうことに関してはとてもね、飽きやすいコンテンツだと思います。その中でも特にね、飽きやすいものは何なのか、それは野郎が食べ続ける動画だと思っております。もちろんその内容が競技的なものなのか、紹介のものなのか、内容によっても差はありますが、そういった内容をずっと見続けるのはやはりね、飽きやすい傾向があるなと僕は感じております。ですので、僕も現状でいいと、内容を変えずに同じことばかりしていると人も離れますし、何よりも見てくださっている皆様にそういった惰性はね、とても失礼なことだと思っております。幸いにも熱しやすく冷めやすいタイプなので、同じことを続けていると自分自身もね、このコンテンツつまらないんじゃないのって疑問が生まれることがあるので、常にね、やってることを変えていくことはすごく楽しいので、僕自身もね、楽しんで、自分のやりたいことをやっております。もちろん競技をしている方は常に量とかタイムとか自身が持っている記録を更新していくことで、同じ内容でも常に新しい楽しいを提供している方もいらっしゃいますし、全く同じことをしていても人自体にね、魅力があって、そのコンテンツであれば何をやっていても飽きないみたいな魅力的な方もいらっしゃいますので、もちろん例外もございます。ただ僕自身はね、次やったら面白い新しいことなんかを考えながら毎日活動していくのが一番クリエイティブで一番楽しい活動内容なので、これが考えて行えるうちは動画活動を続けようと思っております。行きたいお店、紹介したいお店がある限りは続けたいと思います。はい、ということで、長々と質問コーナーにお付き合いいただきましてありがとうございました。以前ね、一度質問コーナーもやりましたが、それから約1年ほど経ちまして、登録者数もね、かなり変わって、僕のことをね、全く知らない方、疑問に思っている方もいらっしゃると思います。この動画を通して、僕がどんな人なのかとか、少し知ってもらってね、より動画の方を楽しんでいただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。